せーの、皆さんこんばんは、ムケナです。ということで今日は、はい、初の試み、やっちゃいますね、クリエイターにどっちがタイプか聞いてみた。やっちゃいます。こういうのね、やったことない。ない。ミュールな CP が、はい、CP をやってまして、でうちらもまあ2人でやってるからちょっと気になるみたいな。しかもクリエイターの友達増えたし、増えたし、まあギリ電話いけるかなみたいな。したことねえんだけどね。今回はスカイピースの2人、ムヨットの5人で、エスポの5人とモーリーシュートに候補としてかけさせていただきたいと思うんですけど、はい、でこれをルーレットで回し、はい、そして質問内容を考えました。はい、みんな違うのを聞きたいなっていうことで、うん、夏祭り行くなら、ドライブデートするなら、無人島行くなら、カラオケ行くなら、結婚するなら、海行くなら、心霊スポット行くなら、旅行行くならっていうので、これをもうルーレットで決めて聞いていきたいと思います。はい、5人に聞く、5人ぐらいに聞くか、うん、5人ぐらいに聞きたいね。でも電話出るかどうかもあるから、いや、そうそうそう、出ない可能性も全然、ね、しかもテーマと人によってどっちを選ぶかっていうの全然変わってくるから。そうだね、これはまず勝負、勝負だね。やっていく、早速やっていく。怖いんだけど普通に。じゃあまず、テーマから決めよう。テーマから決めるか。うん、いきます、ドン。長っ。なんだ、夏祭り。あー、いいじゃん。ちょっと夏っぽいのを今回用意してたからね。はいはいはい、で、夏祭り行くならでしょ。いや、どうなんだろう。いやー、いや、結構、うん、夏祭り何を求めるかによるから、女の子に。じゃあハン君とか来たらうちは友達乗りで選んでくんないかなとか。なるほどね。うわ、どうだろう。でもガチヤマ君とかに。ああ、いいね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 。選んでもらいたい。ああ、うん、市場入れしいじゃね。行きますよ。よーい。いきます。はい、はい、あ、もしもし。何、今何してる。今家着いた。家着いた。あ、出かけてた。うん、撮影してた。え、じゃあ今暇ってこと。うん、何、撮影だろどうせ。違うよ、今日この後予定ないの。嘘つくな、お前が電話してくる撮影がありえねえって。はい、ということで今回は撮影なんだけど、うん、知ってるや。ちょっといいですか。じゃあ何、今ムクとうちで、あの、どっちがタイプかっていうアンケートを取ってて、エナとムクの2択で。そうで、テーマがあんの。おうおうおう。ね、もし夏祭りに一緒に行くならどっちがいいかっていうのを選んでほしくて、ハン君に。なるほどね。そう、ただ選ぶだけじゃない、夏祭り行くなら。うわ、これめっちゃおもろいわ。これ、あの、夏祭りじゃなかったら逆やった。へぇ、夏祭ってならこっちでしょ、完全に。うわー、わかんな、どっち。え、でも決まったってことでいい。気になる、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 決まってる。あ、じゃあお願いします、どっちか。じゃあさ、うん、次会った時言うわ。もう、じゃあ動画やって言ってね、これ今。動画だって今。今お願いしたいですね。今お願いします。夏休みに2人ででしょ。そう、夏休みは言わないけどね。夏祭りに2人で行くならね。そう、僕が選んだ人は、はい、ムクです。いや、おかしいだろ。絶対ムミかと思ったねえ。普通だったらムク選んでたんだけど、夏祭りだったらうちって言うかと思った。いや、なんか俺騒がしい人結構好きで、一緒にいるの。うん、エナうるせえじゃん。うん、ちょっと語弊あるけどね。うるさいっていうか、なんか楽しい。まあまあまあ、そうとも捉えていいんだけど。うん、楽しいよね、うちといたら。でもやっぱ夏祭りって腕引っ張りたくなる子の方がよくない。あ、やっぱリード系だ、ちょっと。そう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 。嬉しい。エナと言ったら多分、エナの方が早いし歩くの。いや、そんなことないから、ちゃんとちょこまか歩くから、うちだって。そうなんだ、まあ偏見だけどね、これは。まあでもわかる、ムクの方が腕を引っ張りたくなる子というか。なるほど、嬉しい。わー、ムクでした。じゃあ、ありがとうございました。いえいえ、とんでもない、ありがとうね。はい、じゃあまた、じゃあねー。ということで、わーお、わーお。いや、私絶対夏祭りなんだこっちでしょっていうのね、エナビーかと思ったもん。思った、意外でした。いや、おもろいね、これテーマ決めてる方がやっぱ変わってくるよね、こうやって。じゃあお題からいくよ。お題から。お、なんだ、カラオケ行くなら。うわ、これ自信ね。いや、てかうちもう全部自信ないんやけども。いやいや、それで言ったら私もよ。なんかうちって彼女像を想像できなさそうすぎて。いや、でもカラオケは結構。いや、どう、うちテオくんとかな。逆に一緒に盛り上がろう。いいねいいねいいね。え、じゃあ私ジンタ。はい、逆にね。逆にだよね。確かにわかる。あ、ガチヤマくん。ガチヤマくん。
ガチさんです。ガチさん、ガチさん上手いから歌行きたいよね、普通に。いや、ガチさん上手いからね、行きます。緊張するし、ガチ山くんはね緊張してんのか。ハンクも全然しないのガチ山くんなら急に緊張してんの。いや、やばい、緊張する。あ、もしもし。はい、お疲れ。お疲れ様です。どうした？あれ、車ですか、今。うん、今、大丈夫、全然。ちょっと、アンケート取りたくって、動画で。うん。ムクと私で、まあ、どっちがいいかっていうのを選んでもらってるんですけど。なるほどね。で、テーマがあって、うん。で、ガチヤマくんに聞きたいのは、一緒にカラオケに行くなら、どっちっていうテーマで選んでほしいんですけど。なるほどね。はい。いや、ムクめっちゃ動画で褒めてくれてたしな。でもまあ、これはそれ関係なく、もう本当にカラオケ行くなら純粋に、そうですね、ちょっと行きたいかっていう感じで、ね、うん、決めました。おお、早い。僕が選んだのはエナです。やー、嬉しい。そう、やったー。これはちょっとエナ強いお題なんじゃない。まあ、でも確かに。あ、そうなの。いや、なんか俺の中でのカラオケのコンセプトって、うん、コンセプト俺がカラオケに行くときは、例えば大体酔っ払って、あ、ちょっとみんなで盛り上がりに行こうよ、みたいな。うんうんうん、で、ウェーイってなる感じのカラオケが多いから、あ、そうなってくるとエナなのかなって。うん、うわ、嬉しい。うわ、めっちゃウェーイってなって、うん、俺が言ったら、それに対応してくれそう。うん、あー、します。お願いします。うん、これ、いとこ喜ぶ。うわー、見てる、いとこ。見てるありがとう、いつも。大ファンだから。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます、忙しいのに出てくれて。ありがとう、こちらこそ。またいつでも暇なんで電話してください。はい、またします。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、よし、来たー。いや、嬉しいね、これ。うん、じゃあカラオケ行こう、時間にしちゃいまくんと。ね、行ってきない。3人でカラオケ行く。うん、確かに確かにじゃねえんだよ。賛成していい、そっち。じゃあお題回すよ。はい、行きます。はい、なんだろう。旅行行くなら、旅行は結構でかいことじゃない？旅行って結構やばいよ。うん、うわー。しかもどこにもよるよね。そうだよね。あ、でも私、そのゆうまくん、うんうんうん、あ、そうじゃんね。うん、ゆうまくんも割と旅行っていうか、その、うん、世界行きたいぜみたいな言ってたから、それで言ったら選んでくれる。それを知ってるからね。そうそうそう。だろう、ヒューガくんとかゆうたくんらへんは、うん、楽しい旅行を求めてそうな気がするから。沖縄ウェイウェイかもね。かもね。あー、わかんない。旅行むずいわ。行きます。あ、どっち？ゆうがくん。おー、うわ、来るじゃん。あった。よし、まあ出ないかな。うわー、あー出ないか、悔しい。あ、じゃあもう一回行きますよ。ミュートまだ行けるかも。シュート。ーシュート惜しいな。行きます、はい、お願い。あら、出なそう。うわうわ出ません出ません。いや、だからこういうことがあるから ね、 ね、みんな忙しいから。あ、そうなのよ。もう一回いきますか。もう一回いきますよ。はい、お願いしますね。います。はい、みんな出てください。ヤマトくん。ヤマトくんがどう。ヤマトくん出るかなあ。あ、もう出ません。出ません。ですよね。ですよね。そうですよね。またきますけど、うん、でもエスポは撮影終わりって言ってたから。そうだね、エスポは行けそう。そう、行けるっていうのはもう知っていて。あ、ひろとくん。おお、エスポだから多分行けます。行けるね。ひろとくん、うち、ね、確かに確かに。あー出た、よかった。もしもし。お疲れ様です。どうしました？今大丈夫ですか？大丈夫ですよ。今何してます？今ね、編集してた。あ、じゃあちょうどいいか。え、ちょっと今動画を撮っていて。はい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 、はい、今私とムクでどっちがいいっていうのをアンケートを撮っていて。で、あ、でもテーマがあります。そうです。はいはい、テーマがあって、はい、一緒に旅行に行くならどっちと行きたいかなっていうので考えてほしいです。うわ、むっついな。どっちもはなしやもんな。はい、なしです。なしです。そんな優しさいらないです。ないです。じゃあエナ。しかも急に発表したしない。やった。理由とか聞いていいですか？やっぱり電話かけたらいつでも出てくれるから、ね、ちょっともう、ひろとくん
いやでもやっぱあのなんていうかな、うん、ふっかるのもそうだし、うん、楽しそう。あ、うん、それが一番嬉しい。それが嬉しい。あと喋りとか尽きなそう。あー確かに旅行ってなったら、うん、好きなんですけどね、うん、私も、うん、全然好きなんですけどね。そうなんだよね、うん、まあでも私ということでそうだね、エナ、いやそうだね、エナかな。いやそれもちょっと分からないかも。自信持ってください。自信持ってお願いします。ありがとうございます。忙しいのに、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。編集頑張ってください。ありがとうございます。あ、今いける、シュートから。あ、シュートもいっとこ。シュート、お題は、お題はあの旅行でしょ。あ、旅行でね。なんと難しいので。あ、モキモキモキごめんね。どうも、シュートさんのお電話でよろしかったでしょうか。こちらカスタマイズセンター。あ、シュートって電話したらこんな感じなんや。何の企画？これはそう、シュートはねもう企画でかけるかもって言ってたんだけど、ムクとウチどっちを選ぶっていう企画で。なんだそれ。そんなできないな、選ぶの。え、でも今回ちょっとテーマがあるから、うん、このテーマだったらっていうので選んでほしくって、うん、ちょっとね、シュートのテーマがねちょっと難しいんだけど、うん、あの旅行に行くならっていうテーマです。はい、ちょっとじゃあ短めでプレゼンできますか。あ、プレゼンしていいの。うわ、プレゼンか。よろしくお願いします。なるほど。ムーから。え、私は結構本当にどこに連れてっても何でも楽しめます、うん、美味しいもの食べてもめちゃくちゃ美味しめるし、うんうん、綺麗な景色を見ても綺麗な景色をすごい堪能できるし、もう全てに対しての本当に感動をできます、うんうん、絶対楽しい。感動できます。はい、ちょっとところどころ日本語は怪しいですけど先行きがね怪しいですね。絶対楽しいです、ね、でも、はい、私はまず計画力もあります、うんうんうん、なので笑ってんちゃうぞシュート全然仕方間違ってる。プレゼンの人もなんか変なんだよな。あ、だからまあ企画とかもできますので、そう、あの、はい、一緒に計画を立てたりとか、まあ、向こうでねマップとかもね調べたりとかしますし、アシストも任せきりにはしません。そして何より楽しめます、はい、まあやっぱシュートは笑顔が好きと聞いたんですけど、笑顔を出します。笑顔見せます。笑顔見せます。出せます。やります。なるほどね。まあそういった、ちなみに2人とも1個あげるならどことか。うわぁ、聞けないだもんね。京都とか一緒に行きたいから。あー、なるほどね。うん、でもうちはやっぱり大阪。あー、まあ、そうです。大阪行ってユニバ。はいはいはい。楽しもうとしてる。楽しもうとしてるでしょ。じゃあ決めます。はい、お願いします。じゃあシュートが旅行に行くならどっち。ムクちゃん。よしシュート、お疲れ。おかしいよね。いや、お疲れ。どっちも行きたいよ、そりゃ。そうだよね。いや、まずね、俺計画を立てれないの。はいはいはい。え、なあ、話がちゃうやんか。確かに、そうだね。計画立てていくのがちょっと苦手で。え、そういうこと。あ、そういうことか。むしろ、お互いに立てたくないってことか。立ててくれるのは嬉しいけど、ちょっと申し訳なくなっちゃうね、自分からしたら。いいよ、いいのに。じゃあもう、はい、ノープランじゃないけどゆったりみたいな感じの方がいいってことか。うん、オッケー、わかりました。じゃあそうしましょう。そうしましょうじゃないね。そうしましょう。そうしよう、シュート。で、私はそういうの得意だから。うちも得意。じゃあ無垢でした、シュート。はい、ありがとう。ありがとう。そうね、京都が刺さりましたね。いやまあ場所だけの話ね。うん、ありがとう。無垢と行きたかったんだよね。そうだよね、ありがとう。本当はエナだよって言ってていいよ。ありがとうね、忙しいのに。いえいえいえ。じゃあ頑張ってね、お仕事。頑張っていきます。頑張って。はい、ありがとうね。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バーバーイ。バーバーイ。バーバーイ。え、うちも使ってた、でもバーバーイとか。聞いたことないから。じゃあ、ゆうまくんからもかかってきていたので、はいはい、ちょっとお題変えようか。変えようか。ね、やまとくんもかかってきたから、うん、ゆうまくんとやまとくんで、なんか違うのにしよう。オッケーオッケー。よし、じゃあ行きましょう。よーい、パン。何？シルポット？やだよ。シルポット行きたくない。今平気だったかな、逆に。あ、すいません。わあ、で、ね、大丈夫ですか？お疲れ様です。あ、大丈夫よ。今って何してますか？今ちょっとご飯食べてた。ちょっと今動画を撮っているんですけど。お。なんでしょう、なんでしょう。今一人ですか？今一人。あ、うん。いいっすね。いいっすね。質問したいことがありまして、ムク、うん、とエナどっちがいい、というそういう感じの質問なんですけど。えぇ、ー、
あのテーマがあって、うん、どっちがいいかっていうのを選んでほしくって、はいはいはい、テーマが心霊スポット一緒に行くならどっちと行きたいかっていう心霊スポットね。はい、じゃあ決まりました。おー早い。はい、僕が心スポに一緒に行きたいのは、はい、僕です。うわー、嘘、絶対飲み行くと思った心霊スポット。え、理由が、うん、理由聞きたいです。エヌピの方がね、うん、結構驚きそうっていうか、うんうん、うわーってなりそうっていう。あ、で僕は意外とおまけでとくらいでやってくれそうだから、はい、俺もビビらないっていうか。あー、え、でもその解釈一致してる人すごいね、うんうんうん、普通逆だと思われるよね。うちがお化け系大丈夫そうで、ムクが弱いのかなって思われがちだけど、うんうん、そう、ムク結構平気なんだよね、うん、マジかー、マジあるかなって思ったんですけどね、私も、うんうん、なんかうち強そうだと思われて選ばれるとかないかなとか思ったんですけど、ね、最初の方パッと考えた時はそうだった、うん、あー、でもよく考えたら、あーそうだな、あーそうだな、わかられてるわ、もううちらのこと、すごいね、うん、もうだんだん分かってきてる。うわー、さすがです。じゃあ、ゆうまくんはムクでした。やったー、嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうねー。はーい、はーい、ということで私でした。はい、ヤマトくんにちょっと聞くのまた言うんですけど、はい、結婚するならとか出たらめっちゃウケるくない？え、ウケる。ん、結婚するなら。やばいの出た。なんかやだ、ヤマトくんに結婚するなら聞くの。なんかやだよ。なんかはずいよ。なんかさ、あ、もしもし。はい、お疲れ。え、お風呂でしたか？ああ、お風呂入ってた。あれ、今大丈夫ですか？あ、全然大丈夫。え、今日って夜暇してないですか？おー、今日夜撮影だけど時間によってはって感じか。え、本当ですか？え、もう全然遅くても平気です。あ、何してんの？え、なんか飲みませんっていう。おー、いいね。え、本当ですか？うん。ちょっとごめんなさい、これカメラ回ってたんですけど。なぁ、飲み部上がっちゃったよ。うわー、じゃあガチで上がってたら今日また連絡してくださいね。あ、全然私はいつでも行くので。待って、これいろんな人に仕掛けてる。はい、しかもこれが本題ではないです、ごめんなさい。あー、なんだよ。ちょっと今企画をやってて、うん、あのムクとエナどっちを選ぶっていう企画で、うん、テーマがちょっとみんな違うんですけど、ヤマト君に聞きたいのが、あの、うん、結婚するならどっち。あ、テーマ重ない俺。急に人生なんですけど、ヤマト君だけ。こっか、待って。はい、もうガチで考えてもらって。結婚ならね、ちょっとちゃんと考えるよ。ちゃんとお願いします。うん、もう場合によっては、まあ、本当に結婚っていうパターンもないかだ、ないけど。バカか。バカか、バカか。え、ちょっとさ、2人のさ、はい、あの MBTI 教えてもらっていい？あ、はい。INFP です。INFP。ガムクで、エナが ENFJ です。現代人。ENFJ？ え、あれ、エンターテイナーとかで言うと何？主人公タイプ。あ、なるほどね。はい。で、ムクは？仲介者タイプ。あ、じゃあムクで。え、ちょっと、やだ、ヤマト君！やだ、ねえ、ヤマト君、おかしい。じゃないんですよ。おかしいじゃないですか。ヤマト君がもう主人公タイプだから。わかる、うちも主人公タイプって言った時ぶつかるって思った。ぶつかるでしょ。ねえ、ぶつかる。主人公2人もいたらうるさいからねえ、仲介というかね、その包み込んでくれるような相手がいいなと。はい、その通りです。まあ関係ないですけどね、 MBTI とか別に。うちも包み込めます。結構明確に出るから。いや、ねえ、 Z 世代すぎた。ねえ、ヤマト君さすがだよね。マジか。あ、でもむずいな。いや、結構さ、うん、2人ともさ結婚向きのタイプだと思うから、その質問したらみんな困ると思うよ。嬉しい嬉しい。じゃあうちらあるかもしれない ね、これを機に ね意識しておきます。はい、絶対ないやろ俺なんて。ありえないやろ。でもヤマト君は確かに結婚したらちょっと大変そうかもしれないね。そうだね。え、言うな、そんなこと。どうすんだよ、いっぱい見てんだろ。ムクということで結婚するなら、うん、やった、ありがとうございました。ありがとうございます。 ありがとうね。来ました。おかしいよ、ヤマト君。もう、いや、私何票入ったんだ今ので。3票。いや、4じゃない。4、おかしい。おかしいやん。じゃあ第1回ムクの総選挙はムクの勝ちということで、皆さんいただきました。まあこれはね、運とかもあります。
まあ運も実力のうちという言葉もあります。運って書いてもあって、普通にみんなはみんなうちのことが好きだと思います。本当に敗北者の言葉は何も耳にしてはいけませんね。やばくない？結果が全て、結果が全てということなので、まあみんな照れ隠しやねん。動画で本当のことは言わないねん。私を言う感じはもうガチですね。はい、すいませんでした。なんか普通にこいつっていつもそうやって言ってるけど、本当は裏ではやばいんです。もう言うと、なんか本当にやばいんです。ということで、そういった企画でした。そうですね、初めての試み、緊張もしたり、はい、ドキドキもしたりしましたけども、普通に楽しかったね。楽しかったね、普通に楽しかった。なんかもっと嫌な気持ちになるかなと思ったけど、普通に面白かったよね。こう今夏バージョンでやったんで、確かに冬バージョンとかもありかもね。一緒にかまくら作るならとか、寒いから行けないでしょ。イルミネーション行くのなーサンタコス一緒にするならそれ結構際どい、際どいっていうのもお待ちください、はい、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、7点差、コメントよろしくお願いします。次の動画も見てね。せーの、おやすみ。あの子の